こんにちは、おときゅうでございます。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。私はただいま徳島から牟岐線4549で阿波海南行きに乗ってきました。目的は阿佐海岸鉄道が運行する EMV の全区間乗車するためです。そして今日はこちらに泊まりまして、明日は阿佐鉄本社を訪ねる予定です。DMV 開業前の試運転でお世話になった井原専務の後を継ぐ大谷専務と会い、車庫を見学させてもらい、 DMV についていろいろ説明してもらいます。この動画では阿佐海岸鉄道は阿佐鉄と略します。 DMV とはデュアルモードビークルの略です。この動画では略した名称を使わせていただきます。牟岐線は徳島海風間を走る JR 四国の路線で、阿佐鉄と直通運転もしてました。ところが普通鉄道での経営が厳しい阿佐鉄は DMV で営業することになり、鉄道車輪とバスタイヤのモードチェンジをさせる場所が必要なのですが、 JR 四国牟岐線との接続駅海風駅は高架の上に乗降ホームがあるため、設置はできず、地上に用地があった阿波海南駅に設置することになり、阿波海南海風間の路線は阿佐鉄に譲渡されて、諸施設は建設されました。この工事は2020年7月18日から牟岐以南を運休して行われます。阿佐鉄は普通鉄道の運行を同年11月30日で終了して工事を開始しました。そして牟岐線は2021年2月1日から阿波海南駅が終点で営業再開します。阿佐鉄 DMV は2度延期したものの、2021年12月25日に開業しました。この日から世界初の鉄道と道路の両方を走れる DMV が運行されます。DMV は試運転の頃随分追っかけをやりました。当チャンネルでも阿佐鉄に取材をさせてもらい、動画を数多くアップしてきました。そしてこちらの諸般事情があったり、阿佐鉄の担当者が変わったりしたため、開業以降の現地取材に行けずじまいでしたが、昨年やっと段取りをつけ、忙しい専務のアポも取れ、いざ行きましたら、集中豪雨により阿波海南行きの普通列車が無理で運転打ち切り、それ以降終日牟岐線の運休が決まったため、もう少しで会えるというタイミングで徳島に引き返さざるを得ない事情となり、渋々 DMV の乗車と阿佐鉄の取材を諦めたのです。そして今年が3度目の行為でやっと阿波海南駅に降りることができました。これから DMV の全区間乗車をします。明日は DMV 担当の大谷専務とお会いする予定です。本日は DMV の全区間乗車を紹介します。次回は DMV の車庫の見学と DMV に関する大谷専務の説明などを紹介します。次回の動画では同休日延長運転される室戸岬方面の沿線も紹介する予定です。今回と次回の動画をご視聴いただければ DMV について理解できると思います。特に次回の動画では普段見ることができない DMV 車両の秘密が満載です。見逃さないようにチャンネル登録及び通知設定してお待ちください。それでは DMV の全区間乗車します。JR 牟岐線と接続する阿波海南駅は JR ホームの隣から出ます。線路は完全に分断されていますから、 JR と直通することはできません。もともと DMV は JR 北海道が利用の極端に少ないローカル線に投入するべく研究開発していたシステムです。西留部渋駅から石北本線に搬入して何度も走行試験をしていましたが、本業の鉄道で数々の問題を引き起こしたため、DMV の開発を中止します。ほぼ完成していたその技術を継承して実現したのが阿佐鉄 DMV なのです。鉄道と道路を両方走れる車両の運用は世界初の試みですから、運行上のシステムや法整備は全て一から構築されました。路線の敷設にあたっては他の線と結節しない単独線での敷設が絶対条件になりました。そのため今回開業にあたっては牟岐線とも完全に線路は切れています。鉄道とバスのモードチェンジする場所は信号場の扱いとされ、阿佐鉄では阿波海南信号場と神之浦信号場でモードチェンジします。バスモードの乗降場はバス停留所、鉄道モードでの乗降は駅となります。駅に分類されるのは海風駅と宍喰駅だけです。ここでモードチェンジをします。右端に見えていますのが牟岐線の車止めです。まもなく道の駅宍喰温泉行きの DMV が入ってきます。DMV は座席定員制で事前予約が必要です。当日空きがあれば乗車できますが、定員を超えて立って乗ることはできません。予約は発車往来ネットでできます。希望する席を指定することもできます。
EMV は現在931号から933号まで3台あり、931号は青系、932号は緑系、933号は赤系の塗装です。本日は932号で運用されます。バスとしても走るわけですからナンバープレートもつきますが、希望ナンバーを取っていますので、932号は932番です。3月16日ダイヤ改正から平日は8往復、同休日は11往復運転されます。同休日の1往復は室戸岬方面に運転され、海の駅トロムを始終着します。モードチェンジを取ります。阿波海南駅にはモードチェンジを撮影できるスペースが用意されています。この DMV は阿波海南文化村を15時46分に出てきた DMV で、阿波海南15時50分発道の駅宍喰温泉行き123便です。私は DMV の全区間乗車をしますから、阿波海南文化村から乗車します。そのため123便が戻ってきた折り返し125便、本日の最終便に乗車します。123便を見送りましたら、のんびり歩いて阿波海南文化村に向かいます。それでは阿波海南文化村へ歩いていきます。距離は 1.2 キロほどで、普通に歩けば15分ほどで着きます。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。車内への危険品の持ち込みは禁止されています。ご協力をお願いします。
This is a dual mode vehicle bound for 道の駅宍喰温泉。乗車券の方ははっきりと確認できるようお見せください。海、徳島方面はお乗り換えです。 We will soon arrive at Awakaina. Awakaina. Passenger train to 海 or 徳島 should transfer here.
到着します。お降りのお客様は運賃、乗車券、整理券を運転士にお見せいただき、運賃箱にお入れください。予約乗車券、企画乗車券の方ははっきりと確認できるようお見せください。We will soon arrive at Kaisen. Kaisen.
モードインターチェンジに到着しました。ただいまからバスモードにモードチェンジを行います。 We have arrived at the Kanno Ura mode interchange. The DMV will now change to bus mode. モードチェンジスタート。予約乗車券、比較乗車券の方ははっきりと確認できるようお見せください。 We will soon arrive at 観音浦、観音浦。お客様は、始発駅からのお乗り場
さあ、阿波海南文化村から DMV を全区間乗車してきました。車内からモードチェンジが体験できましたし、久しぶりに鉄道区間に乗車できましたから満足です。終点道の駅宍喰温泉バス停は道の駅の駐車場内にあります。結局125便を利用したのは私だけで、全区間貸し切り状態で乗車してきました。今日は平日ですが、いつも利用状況はこんな感じなのでしょうか。道の駅宍喰温泉バス停には17時38分定刻に到着します。降りるとき切符の画面を見せようとしましたら、大丈夫ですよと運転手さん言ってくれて、チェックはありませんでした。私一人でしたし、予約を把握してくれてますから省略してくれましたが、複数人乗っているときは提示が必要です。この125便で本日の運行は全て終了ですから車庫へ改装されますが、最終便が必ずやらなくてはいけないことがあり、まっすぐ戻りません。はい、それではここで問題です。これから DMV が車庫に戻る前、必ずやることは何でしょうか。ヒントは車庫へ戻るためには右折しますが、左折するということです。さあお考えください。ところで道の駅宍喰温泉バス停も翌日昼間見学しましたので、次回の動画で見るべきポイントを紹介します。ですから今日は省略します。道の駅宍喰温泉は国道55号線を挟んで目の前が海です。さあそろそろ DMV が戻ってくる頃ですけど、どうでしょうか。はい、 DMV がやってきました。車庫に帰る前に必ずやることはガソリンを入れるということです。入れた後車庫に戻りますから、最終便の後だけ国道55号線を海部方面から観音浦方面へ走り抜ける PMV が見れます。本日の動画はお楽しみいただけましたでしょうか。内容が良かったよという方はぜひグッドボタンをポチってください。グッドが多いと本当動画を作るモチベーションが上がりますので、よろしくお願いします。音Qチャンネルを応援してくださる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。さて次回ですが、朝鉄大谷専務の案内で車庫の見学と DMV の説明及び普段は見れない DMV の機械的な部分を見せていただきましたので紹介します。
また朝301型の車内の見学もさせていただきましたので、こちらも紹介したいと思います。他には各バス停周辺の観光案内、立ち寄り施設などの紹介と、鉄道の駅である海部駅、四国駅などの紹介もします。次回も内容盛りだくさんでご紹介しますので、次回の動画もぜひご覧ください。本日も長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。重ねてお願いです。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。